1> 第1コリントの7章です。コリントビテへの第1の手紙の7章をお開きください。コリントビテへの第1の手紙の7章です。 朗読する前に今日私は白いネクタイをして皆さんの前に立っていますけれど、えー、私やどうして白いネクタイをしているか想像がつきますか聖書を予習してきた方は分かるはずなんですねはい私たちは6章を勉強しましたから当然今日は7章です7章は結婚の章です 結婚式の時牧師は白いネクタイをします <laughs> そういうわけで今日は白いネクタイをしてまいりました、えー、第一コリ人との7章の6節をご覧ください以上私の言うところは容認であって命令ではありません私の願うところは全ての人が私のようであることです えしかし一人一人神から与えられたそれぞれのたまものを持っているので人それぞれに生き方がありますえすぐに結婚していない男とやもめの女にいますが私のようにしているならそれでよいのですしかしもし自制することができないならば結婚しなさい情が燃えるよりは結婚する方がましだからですというですからあ このようにパウロは結婚について書いておりますけれど、これは主の命令ではないよと言っているんですね。これは聖書の教えではないよと。これは私の教えだよと。私の容人だよと。このように言っています。私はあオリーブ油の中に、小麦にしたところのにんにく油を飲んでいます。皆さんにお勧めします。 しかしそれは聖書の教えではありませんこれは私のおすすめで健康に良いからという時々私は聖書の教えではないよそういう言葉は聖書に書いてないんだよでも私の考えだよ私の結論だよとこういう話をしますですから皆さんは拘束されてないし従う必要はないのでまあ私の教えなのでそれを実践していいし無視してもいいということですね ですからパウロは結婚について教えていますけれどこれは容認であって命令ではないんだと私の願いを言っているんだよという7章はかなり長い章ですべて結婚について書いてあるのでありますけれどこれをまとめるなら結婚しない方がいいと繰り返し繰り返し繰り返し結婚しない方がいいと言い続けています。<laughs> <laughs> そういうわけでパールも「私のように」というのは私は独身者であるから私のように、えー、結婚しない方がいいよ独身であっても男やもめ女やもめであっても独身のままにいた方がいいよと言ってるんですねしかし情欲に燃えるよりは性的な罪を犯すよりは結婚した方がいいかもしれないというかなり結婚感が低いということが、えー、ですから。 私たちの教会は今結婚ブーム中ですけど今日の教えは結婚ブームに水を差すような <laughs> 教えで徹底して終始一貫結婚しない方がいいと言っています第一番目の理由は時が迫っているからキリストイエスが再任されようとしてお前たち結婚するのだけじゃないだろうという何考えてんだ結婚じゃなくて死が来るんだから脅威生活をし伝道した方がいいだろうとこういう考えですね 第2番目の理由は結婚するならば夫について気を使い今度は妻について気を使い主に対してキリストに対して気を使うことがどうしても少なくなるですから結婚してなければ自由に集会に行けるし伝道も行けるし自由に海外にも行けるし誰とも相談しない誰とも許可をいらない自分の一存で主に対して奉仕をすることができる。 ところが妻がいるなら夫がいるならば気を使ってなかなか思うように真に仕えることができないんだから結婚しない方がいいんだよと、えー、こういう論点なのであります。えー、多くの聖書学者がパウロは結婚していただろうと言っておりますけれども、なぜならばその当時のユダヤ人は20歳になるとほとんど結婚していました。 えー、そして女の子は15歳前後では結婚したのであり男は16歳17歳で結婚を始めて20歳になるとほとんどの男たちが、えー、結婚しなくなったどうして日本では晩婚世界中で晩婚になってしまったかというとそれは教育ですね、えー、日本においても若いうちに結婚する人は多かった 中学高校で大学行く人はほとんど少なかった時代はもう二十歳ぐらいで給料をもらってたし友笠を営業すれば十分生活は成り立っていたんですねですから若いうちに結婚するそれほど娯楽がありませんでした私の子供の頃娯楽というとまあテレビを持っている家族にテレビが必ずあるとは限らないし、まあ、映画館に行くとかそのぐらいの娯楽ですよね えですからそのような時代でまあ結婚しましょうということが多くてしかし大学横になった大学院企業になったマンションぐらいの金を貯めなきゃとか結婚式を貯めなきゃとかそういうことでどんどんと晩婚化が進んでんですね。ですから学歴が高ければ高いほど晩婚になってしまうというこういうような状況で法律家になる医者になるというと。 とんでもない勉強をしなければならないんでデートことじゃない付き合いことじゃない結婚まず,まず医者にならなきゃまず法律家にならなきゃということで教育が進めば進むほど晩婚化が進むというこういう現象になったわけですがイエス様の時代はもう15歳になると女性は結婚し女性は教育機関がありませんでした家で母親から教育を受けていた男性は男の子は12歳までシナゴグで 小学校教育を受けました13年たらもう仕事に出かけましたですから15歳16歳でもう給料取りちゃんとした給料取りになりましたからなるべく早く結婚した方が祝福されるそしてなるべく多く子供を持った方が祝福されるという考え方の中でこのユダの世界においてはそしてその当時多くの世界がそうであったように早く結婚してたくさんの子供を持つのが神様の祝福と考えていたんですね。 にもかかわらずパウロがこれほど結婚したい方がいが結婚したいこの中で結婚したとしても罪ではありませんという言葉がありますすごいですね結婚しても罪じゃないよっつってやめた方がいいよやめた方がいいでも結婚したからって罪じゃないよ情欲の燃えるよりは結婚したからいい <laughs> つまりパウロは奥さんから捨てられたんであろうという奥さんから逃げられたんであろうという クリスチャンになった時はおそらく32歳から35歳の間ですから当然その当時の多くの男性たちがほとんど結婚してたんでパールは結婚したであろうという推測は成り立つと思いますねでパールは自分に対して掟の面においては火の打ちどころのないものブレイムレス誰一人私の立法を行うことにして後ろ指さする者はいないブレイムレス 掟の手に関してはブレイムレスという。完璧に子供の頃から掟を徹底的に守り通して。えー、彼は努力の人で頑張りの人でした。彼は能力の高い人でビニールサイに知り、掟をきちっと守ったんですね。このように頑張り人間、完璧な人間はどうなるかというと、他人の荒が見えてしょうがない。荒が見えるとすぐに言わざるを得ない。 絶えず妻の欠点をを指摘せざるを得ないんです、ねうん、それでまあ妻が上手にやったってもう少しこうすればもっとよくできるよとかこういうふうに工夫したらもっとおいしい食事がこういうふうに結果したら家はもっときれいになるしもうできない奥さんだったらどうしてできないの僕はこんなに頑張ってるんだよこんなに努力しどうしてあなたに努力隣の奥さん見てくれ隣の奥さんあんなことができんのにどうしてあなたができないの もうパーロからこれやられたら。<laughs> というわけで奥さんに逃げられたであろうというこういうまあ推測はかなり正しいかなと思っていますその結果結婚しない方がいい結婚しない方がいい結婚,結婚しても罪じゃないけど結婚しないしかしこれは聖書の教えじゃないよ主の教えではないよこれは私の教えなんだからねということを えー、繰り返しているんですねこれを言うのは主ではなくて私ですと、えーまあ、こういうふうにして長々と結婚しない方がいいということを、えー、彼は語っております、えー、京都大学の、えー、細胞生物学の教授であり、えー、そして今や名,名誉教授であるところの和田和弘 先生が書かれた新しい本ですが「知の体力」「知」っていうのは知識知性の体力ってやっぱり細胞学者だから体力になっちゃうんですよね「知の体力」っていう本が書かれましてこの中で伴侶を得ることの意味を次のように書いていますけどこれは結婚していない人のメッセージですから結婚していない人はよく聞いてくださいね。えー、健康しない方がいい方が 言ってないし結婚した方がいいよとも言ってませんけれど結婚するならばこのような人と結婚したらと、えー、なぜならば現代はなるべく背の高い人がいいなるべくハンサムな人がいい背の高いのだけじゃなくてなるべく足が長い方がいいというそしてなるべく高学歴で良い会社に勤めて そして高級鳥でできたらマンションぐらい持っててできたらいい車に乗って将来性があるそういう人と結婚したいという時代ですね。人を愛するんじゃなくて条件を愛する時代。愛しているのはその人物じゃなくて条件を愛する時代になって。そういう中で長い間大学で若い人を教えてた頃の兄弟の教授がこのように言ってます。伴侶となるべき存在 相手の対応によって自分が全開できることもあれば逆に見るる影ももなく萎縮してしてまうこともあるだから自分は変わらないのに相手の対応によって見る影もなく萎縮したり全開になる時もあるというんですね例えば「なんてあなた幼稚なといつになったら大人になってくるの?」「そろそろ成長してください」「グローアップ」とアメリカでしっていた。 人を叱るときに「グローアップ」っていう、えー、大人になれようというのか「あなた無邪気で可愛いあなたの無邪気なところが大好きだな」というのか同じ人物だけど二つの違った応答があるよねと言ってるんですね、うん。相手の対応によって自分が全開できることもあれば逆に見る影もなく萎縮してしまうこともある。 できれば自分の可能性を開いてくれる存在と向かい合いたいものであるそんな自分を最も素晴らしい存在と思わせてくださる存在することが存在が愛する相手であってほしいと一緒にいることによって、まあ、抜粋したんで長い文章を抜粋しませんでしたけど一緒にいることが楽しい一緒にいることが価値ある。 そういう人と一緒にいいいるが楽しととそういう人と結婚するんだよとこう言ってますけれど一緒にいることによって自分のいい面がどんどんできてる出てくると感じられる相手こそが伴侶とななるべき存在なのだどんな大学に入学してもどんな賞を獲得してもどんな大会に優勝してもどんなに素晴らしい成功を収めても心から喜んでくれる人がいなければ何の意味も持たないと同じように。 逆にほんのちょっとした自分の行為を心から褒めてくれる存在がある時それまでと自分それまでの自分と違った輝きに包まれているのを感じることができるすなわち自分の最も良い部分を発見することである愛する人を失った時それを痛切な痛みとして残るのは愛の対象を失ったからだけではなく その相手の前で輝いた自分を失ったからだってこれは本当に面白い文章ですえ妻が死んでしまったとそれで懐かしいな寂しいなっていうことではなく妻の前で自分が輝いていたあの輝いていた自分がいなくなっちゃったまあ兄弟の教授ですから、まあ、緊張感があるっていうか社会的なこれだけの地位で相当立派な、えー、講義をしなきゃいけないだろうし みんなから注目されてかなりきちっとみんなの目の前で生活しなきゃいけなかったでしょうねところが家に帰ってくると、まあ、無邪気になれたかもしれないですねですから愛する人を失った時それを痛切な痛みとして残るのは愛の対象を失ったからだけではないその相手の前で輝いていた自分を失ったからなのである 2010年8年前に40年間連れ去った妻を失った彼女の前で自分がどんなに自然に無邪気に輝いていたかを今思い,思い出して通説に感じているという私たちはよし輝くぞ!」と思うかもしれませんけれど輝く化してくれる人がいなければ我々は輝けない。 皆さんが私は牧師であって皆さんが礼拝に来てくださることは、えー、許可をして「平難先生輝いてもいいよ」っていう許可を与えてるんですよ。私一人で頑張って今日輝くこれは輝けないんですよ。輝かしてくれる人がいなければ自分で勝手に輝いても虚なしいんですね。<laughs> ですからうちの牧師変よね。結婚式でもるまいし白いネクタイして変な。この前なんか 金色のシャツに黄色のネクタイしてなんかこう安っぽちなりきんみたいで嫌だったわって <laughs> そんなことがお子さんだったら輝けないじゃないですか、ね、皆さんのように褒めてくれないと褒めてくれる人誰もいなかったんですけど <laughs> 誰もいなかったけど批判する人もまだいなかったんでこれちょっとマシかと思ってますけれどそのようにして私たちは。 互いに相手を輝かしてくれる、まあ、そういう人と結婚したらいいよと条件を愛するんじゃないよというあなたを輝かしてくれる人あなたをあなたらしく無邪気にさせてくれる人そういう人を見つけたらとまょ、あ、うの教授は言ってるわけですねさあ次に進みます8章にきますと偶像に捧げた肉について書いてあります偶像に捧げた肉 これは何かというと、まあ、コリントにおいては偶像が氾濫していた巨大な神殿もあれば小さな神殿もある、えー、ギリシャ文化というのは宗教が非常に盛んでありましたので、えー、神殿礼拝ということが行われてこれはイスラエルにおいても、えー、ギリシャ文化においても礼拝するときに動物を殺した多くの場合牛でありましたけれど牛もそうですし羊やヤギも殺しました。 そしてイスラにおいてもそうでありましたが殺した動物の肉を妻子たちに渡したんです、ね、妻子たちの取り分だったしかし妻子がどんなに食べてどんなにステーキ好きな妻子であって家族がステーキ好きな家族になっちゃうでしょうねもうお父さんがステーキを毎晩持ってきたらもうみ毎晩毎晩ステーキ食べたってそんなの食べきれないじゃないですか牛一頭で食べるかというでそういう時にその肉を市場に売りに行くわけですよ 当然食べきれないんだからそうすると市場で売っている肉が動物を殺して、えー、そしてそのまま市場に置いた肉なのか偶像に捧げられて偶像に捧げられた肉なのかという問題が起こりましてさあ肉屋に行って「肉屋なんかおいしい肉だよ」とかそういうことを言うけどもほとんど偶像に捧げられた偶像にさげられたそんなの無視ですよねクリスチャンほんの少しだったから。 それで、肉肉マーケットに行って肉を買って食べてもいいのかいけないのかという、それを食べることによって両親が怪がされたり、信仰が落ちたり、悪い気分になったり、ああ、大変だ、偶像の肉かもしれない、偶像に下げた肉かもしれない、なんか気分が悪いなと、今晩眠れないなと、こういうふうになってしまうかもしれないんで、食べたらいいか食べていけないかという、こういう問題ですね。それでパウロ先生は 4節を見るとこういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが私たちは偶像の神は実際ないのであって唯一の神以外には神は存在しないことを知っているだからあなたは偶像の前に行くけれどそれは実は神でも偶像でもないんだよそれは金であったり金属であったり木であったり石であったりするんだよねそれは神でもなければ偶像ないただの 金の塊、石の塊、気にすぎないんであって、実際、全く意味がないんだよという。結論がいるならば、感謝して受けるならすべては清いんだという。両親に咎めを感じないで、そしてこれが偶像から来た肉なのか、下げられているか、そうじゃない、そんなこと一切考えないで、おいしいおいしい食べればいいんだよと。こういう結論ですね。ところが、 例えばパオロが神殿に伝道するために行って殿堂パオロはどこでも伝道しに行きましたから当然神殿にも行って伝道する人の集まるところだったらどこでも伝道した「パオロ先生実はこの神殿の肉がですねここのステーキが特別おいしいんでコリント一番おいしいんですよ」とか「先生に弟子召し上がって欲しいんですけど」って言ったら。 パーロは別に神殿の肉を食べようと食べまいと感謝して食べるならおいしいおいしい食べるなら何の害もないよっつってから「分かったじゃ食べようか」って言って「本当にこの偶像神殿の肉はおいしいね」つって,って全然両親も汚れないところがパウロ先生が偶像神殿で肉を食べるのを見てそれでつまずく兄弟がいたらどうかっていう問題 今度は肉を食べる食べないかの問題じゃないんですよ。でパーロは結論的に私が肉を食べるのを見てつまずき兄弟がいるならば私は一切肉を食べません。わかりますかね。ですからまあ日本においてはどういうことかというとお線香をあげるかあげないかというのは大きな話題になりまして。 ある人はもうお線香をあげないために急々と苦労しまして家族に葬儀がありましたけれどという証がありますね私はもうお線香もうあげないことに勝利をしましたしかしその前に家族のところに行って一生懸命そこで奉仕をして葬儀が終わりましたから一斉に皿洗いして奉仕をしてそれでなんとかお線香をあげないかったんですという勝利しましたみたいな証を聞いたことあるでしょう 基本的にパールの考え方というなら、お線香をあげてもいいしあげなくてもいいんです。それは偶像じゃないから。家族に対するリスペクトであり、友達に対するリスペクトであり、偶像礼拝をしていない。私がお線香をあげたとしても、私の信仰は落ちないし、私の冷静は全く汚れないです。 しかし、ある人はお坊さんがポクポクポッって何名をってあれだけでもう気分が悪くなったり、もう二度たいとこ行きないとか、ああいう恐れ、ましてお線香なんかあげたら一晩中寝られないという人もいるわけですよ。どうしたらいいかという、まあ、結論を変えると、平野先生はどうしますか私にとってお線香をあげることは信仰も魂もけがせません。私をけがすようなことは何一つありません。 しかし私はお線香はおげませんなぜならばホライズンの教会の人だったら構わないけど他の教会の人で私が頭に毛がないためにかなり有名になってるんですね <laughs> ヒロン先生がお線香をあげてるもうキリスト教は嫌だもう嫌だってあんな先生がテレビまで出てきてお線香をあげる偶然お願いしてるもう嫌だってもうキリスト教をやめようっていう人が出ないとも限らない。 そういういいいいい人がが出るぐららだったらばお線香をあげない方がいい前に行って礼を尽くして手を合唱して合唱だって罪だっていうクリスチャンがいるでしょうね、うん、そう思うんですねで聖書ではここで弱い兄弟って書いてありますただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならいようにあなたは自由だよって,ってお線香をあげても焦なくたっていいんだよと。 その肉を食べてもいいし食べなくてもいいんだよしかしそれがつまずきにならないように弱い兄弟ここで弱い兄弟いっていうのはどういう人かというと、えー、そのこれは神殿に捧げられたか捧げられたかこういうことを気にする兄弟が弱い兄弟そしてその肉を食べて何か怪我されたように感じるのが弱い兄弟強い兄弟は言って「おいしいおいしい」しいって食べて,てあおいしかった感謝です」っていう兄弟は強い兄弟 細かいいことにあんまり心配しないわけです、ねえー、私の経験を思い出すけど私が若い頃スポルジョンの「朝ごとに」と「夕ごとに」を読んでましたディボーションそれでもう何,何度かこう自分の涙が朝ごとにの本の上にポタポタ落ちたか分かんないですね、まあ、家ではキリスト・ヨダメだム万言われてましたから若い子にとってはかなり辛かった スポルジョンの朝ごとに読むのが深い慰めになりました後になってスポルジョンがタバコを吸うと一生彼はパイプタバコを捨てたということをそしてその次の日から朝ごとに全然感動しなくなった、ね、パイプタバコを吸う説教者なんか絶対許せないそんなのは こんな素晴らしい説教をしながらタバコを吸うなんてありえないっつってもう彼の本を読むのが嫌になっちゃいますどうしてでしょうそれは私は弱い兄弟だった。それは非本質的なことでタバコを吸おうとキリスト教に一切関係ないんですよ。全く関係ない。基本的にお酒を飲むことも一切キリスト教には関係ない。まあ酒に酔っちゃいけないよとは書いてますね。 宝珠のもとだから先に酔っちゃいけないよでもどこを見ても酒を飲んじゃいけないという言葉はないんですそれは基本的にキリスト教と関係ないんですだけど私のような弱い兄弟はスポルジョン先生がパイプタバコをするということでつまずいちゃうわけです理想を言うと私の尊敬する本郷牧師につまずいたことがあります すっごいつまずいて教会行くのが嫌になっちゃってキリスト教やめようかと思ったそれは奥さんが昨日私の主人は相撲が好きで自分の家はテレビないから長老さんの家で相撲を見たんですねっつったらもう,もうこの先生嫌だと思ったです、ね、そのぐらいナイーブだった弱い兄弟だったこの牧師が相撲を見ることを私は許せなかった相撲とキリスト教は一切関係ないんですよ もうないで弱い兄弟はもう細かいことであらこうだどうたらこうだってこうなっちゃうんでもしそういう弱い兄弟がいるならば私は一生相撲を見ないよって言ってる弱い兄弟をつまずかせるぐらいならタバコもやらないし酒もやらないし、えー、お線香もやらないし、えー、相撲も見ないよっていうこういう言い方ですね、えー、ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら 私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです私たちは何をしても自由だよというのがポールの教えですけれどしかし全てが益になるわけじゃないよねって何をしてもいいんだけど兄弟をつまずけせちゃいけないんだよねっていうですからキリスト教の真意っていうのは他の人の徳を立てるっていうことなす。何してもいいんだけど その自由の中であなたの周りの人の徳を立てなさいっていうのは褒めなさいっていう言葉じゃないですしその人の信仰が立て上げられるようにしなさいというこういうことなのであります。旧章のいきます旧説、えー、をご覧ください旧章の旧説。ーセの立法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。 一体神は牛ののことを気にかけておられるのでしょうかと書いていてますここにおいてパーロは霊の報酬をする者たち牧師であるか伝道師とか使徒であるとか預言者とか教師という人たちが霊のお仕事をするんだけどその霊のお仕事に対して物質的な報酬を受けるべきだよね。 例の報酬をする者たちはその報酬として霊的報酬としてまあ物質的なものまあ今日のと金銭になりますけれどそういう受けるんだよねという説明をしようとしてるんですね。でモーセの立法の中に穀物をこなしている牛っていうのはえ皆さんカイザリアにまあ2月に行きますけどカイザリアに行くならばそこに巨大な石臼を見ることができます巨大な石薄を見る。 カペナウムブランドで最高級品でしたからメソポタミアにもはるかメソポタミアにもカペナウムブランドの石臼があるんですエジプトにおいても発見されますからイエス様が伝道の中心として選んだパペテロの家があるところの,、うん、そのカペナウムというものが石臼業だったんですねでイエス様も大工といえども おそらく石でもあっただろうそれでカペナウムに住んだんだろうと言われていますけれどでその巨大な石臼をどうやって動かすかというとそこにえパイプ、うん、材木を入れてそしてその首に縄をかけて牛に運ば一日中この重労働を牛ちやすわ 人間だって苦しいわけだから牛だって苦しいわけでそして喉が渇いた時にお水を飲みたいしそしてもしまあ落ちてしまったものがあるならそれを食べたいしかしその当時の人たちは靴子をかけて水を飲むこともしないさせないし落ちた麦を食べさせることもしないモーセの立法は 靴子をかけけちゃいけないなよ十分労働ししてるんでしょとその労働をしている牛が食べたり飲んでるしたりすることを妨げちゃいないんだよねっていう。で立法っていうとまあ厳しいうるさいと思われがちですが私はモーセの立法を読んで時々涙を流すことがありますね。本当に優しさがあふれた立法細かいところを読むと優しさがあふれてんですモーセの立法は。 まあこれがそのうちの一つで、えーまあ、モーセはそして神を通して、えー、モーセはこの牛に対して動物に対しても優しくある、動物に対しても理解をするという、動物の痛みや苦しみをきちっと理解しなきゃいけないよという、お前たちのために働いてくれてるんだよね。十分苦しんでんだから、それ以上苦しめること間違ってるよと。そういう立法ですよ。ですから、 牛に対する憐れみというか愛がある立法なのでありますけれどしかしそれは牛のためだけではなくしてもっぱら私たちのためというのは霊的な奉仕をするものですねもっぱら霊的な奉仕をするためにこう言っておられるんでしょうかむしろ私たちのためにこう書いてあるのですなぜならば耕す者が望みを持って工作する、えー、方々ですね畑で働く方々 でやっぱり報酬を得るという望みが必要だ耕す者が望みを持って耕し脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然それは労働してるから報酬を受けるのは当然だよね労働させたら報酬を与えなきゃいけないんでしょということですね。 もし私たちがあなた方の御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取るのは行き過ぎでしょうかとか、レトリック、クエスチョンでありまして、行き過ぎではないよねという意味ですね。御、え、霊、ー、のもの、御霊の報酬をしている牧師たち、伝道者たちに対して、えー、あなた方は物質的な報酬を与えるんだよと。13節あなた方は宮に奉酬しているもの、祭司たち、神殿で奉仕をしている祭司たち。 レビ人たちが宮のものを食べ祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないんですが同じように主も福福音音ををべえるるののが働きから生活の支えを得るように定めておられるのですことにそのようでありまして私は皆様の献金によって生活が支えられて私たち家族の生活が成り立っているのは皆さんが熱心に愛を持って献金してくださるからなんです。 でこの建物も皆さんの献金によって購入したし世田側にあるところの教会も皆さんの献金によってそしてインドに行ったりあるいは各所で伝道されてしまいますけれど皆さんの献金のサポートがあってこのような海外選挙もできるわけですね。でそういうわけですから皆さんの献金熱心な献金忠実な献金に牧師として心から感謝しておりますけれど。 えそれはそのように神が定めておられるんだよと主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられるということでまあ人間としてあれこれの仕事をするならば福音の伝道に集中できないと「あちょっと名古屋に時にも行けません」とか「あ今度は石川県にも行けないしあそれはちょっと今日も無理」まあ、そうなってしまいますよね。 だから伝道に集中することができるように、えー、福音の働きから生活の糧を受けるようにしなさい。19節を読みます。パールは私は誰に対しても自由だと私を拘束する者は誰一人ないと、まあ、これを言える人は少ないですよね。結婚してたら子供を持ってたら。 親が一緒にいたら私は誰に対しても自由ですってのは言えないじゃないですかでもパールは独身だったしかも牧師じゃなかった牧師だと私は自由ですとか言いづらいですね大体いい日曜日は教会に来なきゃいけないですものねしかしパールは本当に自由な男だった 結婚してなければ、教会の牧師もしてないんで、伝道しまくって、宣教しまくって、他の人に任せて、次から次へと伝道したわけですから、全く自由な男で、風のような男でしたね。だから私は誰に対しても自由だと。しかし、多くの人を獲得するために、全ての人の奴隷になりました。これすごいです。私は全く自由なんだけど、全ての人の奴隷になった。パウロは頻繁に、I am the bond slave of the Lord Jesus Christ。 私はシューイエス・キリストにつながれた奴隷ですとは何回も言ってます。私は奴隷です。キリストの奴隷です。キリストの奴隷です。私はキリストにつながれているんです。で、私のマスターがあっち行けはチ,コチコっち行こうって、あれすれってあれそうする。なぜなら私はキリストの奴隷だから、キリストの言うことを全部やります。それは分かるんですけど、ここでは私はすべての人の奴隷だ。すべての人の奴隷。 全ての人私は誰からも自由は束縛されないけどあえて私を自ら住んで全ての人の奴隷になりましたより多くの人を獲得するためですとユダヤ人というのは宗教的な人立法を持って宗教者の代表ですねだから日本においてもユダヤ人といったらまあ宗教を持ってる人とそして宗教を熱心にし宗教を守る人がユダヤ人と考えても 仏教徒であっても総合学会でも立証校政会であっても、えー、実にある面においてユダヤ人宗教を持っている人という意味ですね、えー、ユダヤ人のようになったそれはユダヤ人を獲得するためだ律立法の下にある人々、まあ、宗教の下にある人々には私自身は立宗教のもとにいないけれども宗教のもとにあるもののようになりましたそれは宗教のもとにある人々を獲得するためですと 宗教を持たない人々に対しては、ね、一切の宗教を持ってないよと日本人には多いんですけれど宗教を持ってない立法を持たない人に対しては私は神の立法の争点あるものではなくキリストの立法を守るものですがあたかも私は立法を持たないような人になりましたって、ね、それは宗教を持ってない人々を獲得する無神論者であろうと不価値論者であろうと私は宗教を大嫌いだよとそういう人に宗教の話はしないよっつっての。 彼らのように、あたかも無神論者であって、宗教がないかのようにして、彼らと会話をするんだよと。どうしてそんなことをするの弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして、幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしてます。私を喜んで、すべての人に奴隷になります。 宗教のある人には宗教がある人に宗教がない人には宗教がない人のようになります弱い人に対しては弱い人に強い人に対しては強い人に私は進学校で繰り返す言葉はあなた方はどこに行っても証しできる人になりなさいどこに行ってもヨーロッパやアメリカのような文化の進んだ国においてもキリストの証しをするしあるいはインドに行ったり えー、ミャンマーに行ったりタイに行ったりフィリピンになったり中国に行ったりそういう場所でも正々堂々とキリストの証しをするインテリな人に対しても無学な人に対してもリッチな人に対しても貧しい人たちに対しても豊かに物を持っている人に対しても持ってない人に対しても誰に対してもキリストの素晴らしさを表す人になりなさいインドは素晴らしいものでした言葉が話せないんですよ、ね、言葉は通じない でもインド特用の伝道し方があったそれは病んでる人は傷んでる人に頭に手を置いてお祈りするということを毎日これを繰り返してそれは素晴らしいミニストリーでしたねじゃあ街だてそれがうまくいくかっていうとおそらくいかないです結構ですとほとんどの人は言う手を置いてお祈りしましょうかそれは結構ですとほとんどの人は言うでしょうしかしインドでは続々とそういう人が現れてインドなりの伝道ができたわけじゃない こういうことを繰り返すにおいてインドでもミャンマーでもインドネシアでもスリランカに来年は行くことになってますがスリランカでも、えー、貧しい国々文化の国々でも、えー、しかしアメリカに行くしカナダにも、えー、行きましたしヨーロッパにも行きましたしそういうところでも正々堂々とイエスキリストは一緒ですと、えー、こういう証しができるようになるということはとても大切ですね。 でえー、私はまあ京都に行ったら7名の者が救われました、まあ、キリスト教と大局的なヒンドゥー教のベースしたヨガをやっている人たちですものね、えー、そして3週間前にセミナーハウスに行った、えー、クリスチャンじゃないセミナーハウスに行ったら一人の兄弟が洗礼を受けましたねえー 私はそういうところに行ってキリスト教の話は一切しないです。教会の話は一切しないです。私がお話しするのはキリストの話ですね。キリストの話だけ。で、パールは言いました。えー、この私のうちにいるキリストが栄光の望みだ。キリストが栄光の望みだ。私はこのキリストを伝えるんだ。キリストを伝えるんだ。ですから、 私はキリストを伝えました。どういうパッケージだと言うと、彼らは量子理学に関心があるから、量子理学の話をする。そして彼らが憧れの地はセドナですよ、ね。みんな彼らはセドナに行きたいんですよ。どうして私がセドナに行ったんでしょうどうしてエルサムシャなくとイスラエルに行くてセドナに、あれはスピリチュアル系のメッカじゃないですか。アメリカ中の人が日本中の人はセドナ、クッシャンじゃない宗教に関係ない人でもセドナ知ってますよね。ね美しいし。 歴が宿ってるんで、なぜ私が言ったんでしょう。それは彼らに証しをするためで、私がセドナに行ったよ。っていうだけで,で、彼らは日の牧師は私たちのことを理解しているという暗示ができちゃうんですよ。<laughs> ですから、京都に行ってすぐに彼らが救われた。確かにそうなんですけれど、ちゃんと私はその準備布石を打ってやったんですね。 そそしししてのののようなな場所ではは宗教教話話い。キリスト教の話はしないただひたすらイエス・キリストがどんな素晴らしいかそしてあなたがこのキリストをあなたの中核として得意点としてこのキリストを持つならば人生がどんなに素晴らしいか生きてるって素晴らしい人生であるかっていうお話をするわけじゃないですかキリストの魅力に引きずられて彼らは洗礼を受ける キリストの素晴らしさはみんなよく分かるんですよ。ですからパールが言ったように私はこのキリストを伝えるんだ。しかし宗教のある人には宗教のある人になり宗教のない人には宗教のない人に立法のもとにある人は立法のもとに,にある人に立法のもとにない人は立法のもとになり弱い教弟に対しては弱い教強くなり強い人に対しては強い人になり私は福音のためにはどんなことでもする。 多くの人たちはおかしいよ牧師が瀬戸ンなんか行くのにおかしいようなスピリチュア系のところに行くのに伝道に関心ない人は自分の信仰だけをひたすら守ろうとする人はそんなことこ行ったら汚れちゃうと思うんですね私は一切汚れないです私たちの私のうちにある輝くキリストの方がはやるかに強いんですその強さを持って「イエスキリストは主です」そしてあなたがこのキリストを受けるならば あなたの人生は素晴らしい変動を飛べますと言宣言するわけですね、えー、私は全てのことを福音のためにする全ての人のために喜んで奴隷になりますとこのような態度をパウロから学びましょうお祈りいたします